どうも、お疲れ様です。ナミさん。今回はですね、まあ、住宅に関する寝癖モードでお届けしたいと思います。住宅に関するお得情報でございます。あの昨日ね、またね、住宅展示場の方に行ってきてあの、ハウスメーカーさんと1時間半ほどね、お話をさせていただきました。で、クオ・カードをね、いただいたんですよ。2枚。4000円分ですよね。 で、これもお得なんですけども、実はね、昨日はね、あのキッズスペースがあったんで、家族で行って、うちのヤマトくんがキッズスペースでね、もう1時間半、もう目いっぱい楽しんでくれたんですよ。いやそれが非常に良かったなっていうところですね。で、昨日はね、モデルハウス、モデルルームは別になかったんですよ。そういうのを設けないっていうハウスメーカーさんだったんで、ちょっと特徴的だったんですよね。まあ、そうするコストを削減して、家の販売コストをぐっと下げてるんだよってことで、 他のね、ハウスメーカーさんに比べて、モデルルーム、モデルハウスがあるところに比べて、1000万ぐらい安かったですね。あ、ここまで違うんだなというふうに思いましたね、うん。やっぱりハウスメーカーさん数あると、今1万5000社ほどあるらしいんですけども、モデルルームとかモデルハウスを維持するのに、それ相当額お金かかりますからね。で、そこにイベント集客する時でも、 なんか大道芸人呼んだりとかねなんか無料プレゼントをたくさん用意したりとかしまいにはこういう風なねクオ・カードプレゼントっていう金額も結構ね1万円とかね最大で2万円とか貼ってますからね、うん、すごいコストだなと思いますただ家っていう購入単価が大きいものに対しての集客コストなんでまあそれが妥当なのかなって気はしますけどねでお得情報っていうのはこれだけじゃなくてもう一つね三つモアっていうサイトがあるんですよ 三つもはで検索していただくと分かりますけどもこれはね何かっていうとあの比較見積もりサイトなんですよね例えば私がね玄関の鍵を交換しようかなと思って鍵業者さんにお願いするそれもいいですよでも三つもはを通じて鍵業者さんを紹介してくださいねっていうふうにお願いすると三つもはっていうところがいろんな近くのね私の住まいの近くの鍵業者さんに 自動的に連絡を取って何社かをチョイスして私の方にそれぞれ連絡してくれるんですよ。そうすると、こちらの方は見積もりがいくらですよ、こちらの方は見積もりがいくらですよというふうに見積もりの比較ができるんですよ。場合によっては現地調査来ていただいて自宅の方に来ていただいてどんな職人さんがどっから来るのかなっていうふうな人となりを知ることもできるんですよね。で、その中でじゃあここに契約しますよっていうふうに一番 顧客にとってユーザーにとって有利なところを決めるとその他のところは自動的にそれで終わりってことになって、えー、厳選した一社とのその契約が始まるってことですよねで特にね契約しなくても今回はちょっとねどこも50本歩百歩だなと思ったらまあ契約を見送るでもいいんですけどもでもこういうふうにしてねあのしっかりと自分たちの,その特徴を打ち出してくれるでハウスメーカーさんもそうですけどもこのクオ・カードだけがね家を 家づくりを決めるきっかけじゃないと思うんですよ。やっぱりこの会社に任せたいなと。この人が担当者になったらどんなにいいだろうかっていうふうに、ん、考えながらやっていくのかなと思いますしね。で、実際営業マンさんもね、自分のおご案内したお客様が自分の会社で家を建てるとなると、やっぱり思いも人しようでしょうからね、うん。そういうところがあってやっぱり人と人とかビジネスを 作っていくのかなっていうところも感じるのと同時に、それとはまた別にね、存続感情で、えー、こういう風にクオカードをもらえるキャンペーンとかもあるし、三つオナさんみたいにね、比較サイトで一番有利なところをね、顧客が選べるような、そんな時代になってきたなってところですよね。はい。じゃあ今日は以上でございます。ビットコインもいっぱいもらえるといいですね。それじゃあ。